ゼロサム20周年ああ、ハイタニー・サワって子はなんだか大変なことになってしまったね。何を言ってるの、この人。とにかく少し休んで。検査結果が出たらすぐにお知らせします。え、何この手、大きい。指長い。髪、なんでこんなに長いの。これじゃまるでさっきのお客さん。死んでも恋は演じない。どうしてこれ男、私じゃない。一緒にここに運ばれてきた女の子の名前です。ハイタニー・サワって子はなんだか大変なことになってしまったね。私、運ばれてきたってことは私の体は別のところにあるの。クシマさん、まだ安静にしていないと。すみません、ハイタニー・サワはどこに。あのなんで看護師さん顔をあからめてんの。救急搬送されてきた女の子なら下の病室に。あ、下の病室。またの間になんかある。ちょっと、あれって串間ケイトじゃない。救急車で運ばれてきたってマジだったの。やば、やっぱ顔だけはいいわ。歩きにくい。悪夢なら早く覚めてよ。ハイタニ、ここだ。私の体、こんな傷だらけに。ごめん。俺を呼びに来てくれて、そのせいで逃げ遅れてしまったんだよね。あの時、せめて君をかばおうとしたんだけど。私の体が勝手に喋ってる。だけど間に合わなくて、俺は君が傷つくのを見るのが嫌で。俺が君の傷を全部引き受けられたらいいのにって思ったんだ。そしたらあの瞬間、いきなり猛烈な痛みが襲ってきて、気がつくと俺は君になっていた。よくわからないけど、傷ついた私の体を引き受けたってこと？なんであなたがそこまでするの？そりゃ呼びには行ったけど、店員として当然だと思ったからで。はあ、気づいてもらえなくて当然だよね。ずっと気持ち隠してたし。ん？いつも君のこと見てた。食べたくもない定食を食べに行って、仕事で減量中だから帰りに吐いて、それでも君の姿を見たくて。それってつまり私が目当てで店に来てたってこと？ごめん。いや、謝ることじゃないし。私の顔で謝られてもなんか。それでこれどうやったら元に戻れるのかな。わからないけど、今は戻らない方がいいと思うよ。どうして？麻酔切れてくると半端なく痛い。そんな苦しみを君に味わわせたくない。なんだろう、普通なら他人に体を預けるなんて考えられないけど、この人は本当に私を大切にしてくれてるんだっていうのは伝わってくる。でもやっぱりこのままじゃ、早く元に戻らないと弟たちが。しっ、声大きい。誰かに聞かれたらまずいことになる。どうして？それは俺が串間ケイトだからだよ。チャンネル登録はこれで、おすすめ動画はこれかな。グッドボタン、コメントもよろしく。